浜松市内にある有料のスケートパークに行ってきました。夜6時から夜の11時まで、で、1階と2階があってですね、1階だけ使うと700円、2階だけ使うと700円、両方使うと1000円ということでした。私両方ね、今日はね、1000円払って両方やったんですけども、まあちょっとね、ほとんどスケボーらしいんですけど、人が見てる前で、まあ私下手くそなので、なんでね、ちょっと緊張しちゃってこけ方が、まあ最初こんな感じでした。ちょっと恥ずかしかったですね。ここねほとんどスケボー隊だけで、板にスケートはそれほど多くはないというのを言ってましたね。いつもはですね、ザラザラのコンクリートのねパークでやってるもんですから、転ぶと相当痛いんですけど、やっぱり、はい、なんかいつものやってますね。Thank you for coming to you, my YouTube channel. Starting inline skate from age 50というのをねやってました。今ね、はい、これが2階ですね。2階これだけなんですよ。これだけで700円取るんですけど、こう上で下の上だけっていうのはちょっと高いかなという気はしたんですけども、最初1時間半ぐらい、1時間ぐらいかなやってて、1時間半ぐらいやってたかな。誰も来ませんでした。そうしたらですね、私も YouTube 登録してる豊橋の家から来るですね、アメリカ人のマット・フォレストさんという方がね、来てね、その方とも、がいるときはね、私動画撮ってなかったですけども、その方とも1時間弱ぐらい一緒にやりました。最初ね、これね、この狭いでしょう。だから勢いがつけれないんですよ。どうやって上上がるんだろうと思ってね、上がるまでにね、10分ぐらいかかっちゃったんですけど、この上のとこにね、勢いがつけないので、こうやって上がれなかったんですよ。よくよく見たらね、後ろに階段がありました。それ1時間以上気がつきませんでした。ね、転んでも転んでもですね、さほど痛くないもんですから、練習はしやすいなと思いました。ですけど、右腕のところね、結構ひどくね、腫れてました。初めて行ったとこだもんでね、私ちょっと無気になる性格だもんですから、無気になるとね、手を怪我したのもね、忘れちゃってやってましたね。最初はね、私こう前向きに止まるのがすごい苦手だって、なんか怖いもんですから、ですけどね、だんだんとこんな風に、止まってくるっと回るのかな、これ回ったやつかな、まあそう、こういう風にこれが初めて回ったやつだと思うんですけどね、こんなのをね練習しました。でもね、よくよく見ましたけど、今見ながらアフレコしてると、やっぱり腰をもっと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 下ろさないとかっこよくないな、なんて思いました。まあでもね、最初はこんなもんなのかな。本当はね、ちょっとね、これに2、3日前なんで、3、4日前なんですよ。ちょっとね、その後ね、いろいろね、ちょっと、私の友人の中でちょっと不幸があったりして、まあちょっとね、行くことできなかったんですけれども、なんかね、こんな時代に。さあ、私は私でね、せっかく楽しめるようになっていないんですけども、ちょっと頑張ろうかなと思います。